昔々、西の帝国にはかつて世にも恐ろしい死神の風貌をした神獣がいた。神獣は彼の住まう神殿がある大森林を守るように存在しており、近づく者は何であれ死神の鎌で引き裂いて惨殺した。人間たちは食料や材木の確保のために大森林に侵入を繰り返し、その度に近隣の村や町は神獣に襲われ、多くの死者が出た。まるで大森林へ侵入した制裁を下すがごとく、神獣は無慈悲に命をほふった。やがて人々は彼の怒りを収めるため、毎年美しい娘を差し出すことにした。生贄にされた娘たちは二度と帰ってくることはなかった。しかし神獣はやはり大森林への侵入を許さず、平行線のまま人間と神獣の対立関係は続いた。何年もそのような日々が続き、ある日この憂いを断ち切ろうと人々は神獣の討伐を企てた。弓の名手として数々の伝説を築き、魔弾の射手と謳われた美貌の弓使いの乙女が神獣討伐を依頼された。花嫁として送り込まれた弓使いが討伐完了の知らせを持ち帰るのを人々は待ったが、いくつき経っても彼女は帰らなかった。死んでしまったのだろう、かわいそうに。我らの村のためにあの乙女に命を捨てさせてしまった。よそ者とはいえ弔ってやらねば彼女が浮かばれない。神獣討伐の報奨金は村のみんなで集めたなけなしの金だったが、渡すべき人はもういない。村の人々はさらに家財を売り払い、報奨金にその金額を足して一世一代の賭けに出た。大規模な討伐隊を組んだのだ。今度こそあの神獣を倒すのだと。しかし神獣の住まう土地を訪れた人々が見たものは、なんと弓使いと神獣がまるで互いを慈しむように共存している姿だった。騙された。最初からあの弓使いは神獣と仲間だったのでは。許せない、許せない、殺してしまえ。種族を超えた愛で結ばれていた二人に人々は怒り、もろとも殺してしまう。神獣は恨みの言葉を吐いて書き消え、弓使いは殺された挙句首と胴を離され、別々の場所に埋められた。不可侵の大森林はこのようにして解放されたが、神獣の死後そのありさまを変化させた。来訪者を惑わせる迷いの森へと。カーディナル、一体どうしたっていうんだ。ふむ、お主神獣というものを知っておるか。聞いたことはないな。創世の過去、ステーシア神たちがいたとされる時代に強大な力を持つ獣が数体おった。
この獣は神獣と呼ばれ、各地に伝承としてその存在を示唆するものが残っておる。そんな話は聞いていなかったな。ラースの開発が何か実験をしていたのか。アドミニストレーターによって人類の脅威となりそうな生物は全て排除されたのはお主も知っておろう。アドミニストレーターたちが倒した生物の中に神獣はおらんかった。神獣がアドミニストレーターとの戦いを避けたのか、他に理由があるのかは分からんが、ここ数百年姿を現すことはなかった。その神獣の一体がどうやら西の地に現れたようなのじゃ。すでに住民が十数人襲われて被害も出ておる。その神獣を倒し復活の理由を調べろってことか。相変わらず察しが早いな。その通りじゃ。ただ本物の神獣だとアドミニストレーター以上の力を持っておる。あ、神獣、やはり何かの実験か。ここで考えても仕方ないか。それでその神獣はどこにいるんだ。西の帝国奥地にある神殿に今おる。ベルクーリに先発隊を出し調べてもらったが、土地自体に強い結界が張られておって、弓を使う女がいないとどうにも中に入れないようなのじゃ。過去の伝承によるとその神獣は弓使いの乙女と種族を超えて結ばれたのだが、最後には人間たちに殺されたとある。襲われた住民たちが言うには、神獣は弓使いの乙女を探している様子であったと。そこに何か神獣復活の原因があるとわしは睨んではおる。弓使いの乙女、シノに相談してみるか。そうじゃ、これを持っていけ。なんだこれは。これはフラクトライトの存在座標を書き換え、一緒に戦う仲間を呼び寄せる道具じゃ。人気並みの希少素材を必要とするため数に限りがあるが、持っていけ。神獣のように強大な敵と戦うのに役に立つはずじゃ。お主の力量は十分に知っておるが、神獣の力はわしにも測りきれておらぬ。十分気をつけていくのじゃぞ。あ、シノン、探してた。実は厄介なことが起きて、凄腕の弓使いが必要なんだ。へえ、私をご指名の事態ってどんな事件なわけ。弓使いなら他にもいるじゃない。デュソルバートのおっさんは乙女じゃないからな。あ、実は西の帝国に呪われた森があって、昔々神獣と許されぬ愛で結ばれた弓使いが殺されてしまったって伝説の。あ、なんだよ、もう知っていたのか。違うわよ、今ちょうどその物語を読んでいたの。各地の伝説がまことしやかに書かれたものよ。グッドタイミングだ。運命だと思って一緒に来てくれ。訳は見せながら話すから。安い運命ね。いいけど。ねえキリト、他のメンツは。シノンしかまだ誘ってないぜ。そう、あ、まあ弓使いが必要なんだものね。時々思うんだけど、あんた私のこと都合のいい道具扱いしてない？心外だな。視線をくぐり抜けた仲だろ俺たち。ほんと調子がいい。アスナとなら理由なんていらないくせに。あ、なんだって。なんでもない、高くつくわよ。